ところがですね、こういう触れ屋敷みたいな村がですね、この遠くにはおそらく何千ってあると思います。そしてある日ね、なんかこうとろうそくの寿命が消えるようにですね、おそらくね、ポッとこう、僕は具体的に言ってミックスが挙げられるぐらいです、この周りでも。ポッポッとこう消えてくる。もうそれは小川さんたちがこっちに来て、はい、その8年間の間にも随分やはりそういう変化をしましたですよね。かなり消えてます、うん。それが自然に消えてるんですね。自然、うん、いや、不自然なんですが、自然の形で消えるんです。うん、そのことを僕はやっぱり記録者としてはですね、うん、やはりその、こういう時代にこういう消え方をしていく、うん、っていうこともあるわけですね。うん、それは今、なお思いますね。